はい、それじゃスタートです。はい、アマビエー。はい、斉藤明でございます。本日はですね、もう斉藤明の、ちょっと斉藤家焼肉やってみたってことですね、ドン、この南部鉄器のお鍋で焼肉をやろうという企画でございます。そして使うお肉はですね、なんとじゃん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 じゃーん、岩手が誇る日本短角種の岩手短角和牛です。岩地区さんで買ったものです。これをですね、ドンと焼肉にしていこうと思うわけですが、早速、このお鍋を火にかけて、で、この火にかけたところ、火にかけたお肉に、油の方がね、少し浮いてきたところで、ちょっと動いたところで、キャベツと、そして、もやし、舞茸、こう水物をね、入れて、先にこう油をちょっと先に水っぽいものをね、やっぱり野菜をね、こう炒めるようにしてね、水分を出す。バチバチバチ言ってますよ。みんなお野菜。じゃあじゃあじゃあ、ちょっとね、今キャベツの葉っぱに、少し溶け始めてきましたかね。焼き色がついたみたいですね。はい、じゃあ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 、はい、これ鍋も、鍋肌にこう水と油がこう反応した音がするんですよね。あ、これはいいときたじゃない。はい、いいんじゃない、みんな行ってきましたから。さあ、それではここでいよいよ短角牛行きたいと思います。これが、はい、
薄い肉ですが、ほんとにこの肉やって、野菜の上に乗せて、それだけ、野菜の上に乗っけてって母ちゃん言ってますけど、いや野菜の上に乗っけてじゃなくて、やっぱり野菜をどけてその鉄板の上で焼いた方がいいんじゃないの？そうなの？うん。うん。どうぞ。うん。うん。もうね、野菜もしんなりしてきたようで、あ、そうそう、こちらタレです。このタレ、はい、これがタレ。お母ちゃん、このタレは何のタレでしたっけ？何のタレでしたっけ？これ、何のタレでしたっけ？母ちゃんがちょっと分かんないようなので、ここで説明しますと、はい、僕が説明しましょう、はい、暗い村の上神田精肉店というところで作っているお肉屋さんの特製ダレでございます。これが昆布が入っているので、ちょっとタレのね、こう注ぐ時にちょっと粘りがあるんですよ。はい、はい、そんなこと言ってる、お肉が焼けましたね。あ、いいんじゃないの？もうそうですね。あまり焼かなくても。あ、はい。じゃあ、こっちら。はい。はい。では。はい。では、こちら取り分けて。はい。肉から。はい。ありがとう。はい。いいですか？いいですか？はい、じゃあ。はい、それじゃあいきますよ。はい、では、はい、それじゃあいただきます。火は強くない？あ、強いかな、ちょっと、うん、少し、うん、あのね、もう少し弱めてもいいかなって気がしますが、さあ、短角牛、はい、どうでしょう。これが、感覚牛です。はい、かな、うん、いいですか？じゃあ、はい、はい、食べてね、うん、はい、どうでしょう、うん、うん、柔らかいですか？そうですね、柔らかい、うん、で、やっぱ噛むと、噛めば噛むほど肉の味する、うん、うん、これ赤身だもんね、うん、うん、おいしい、うん、タレもどう？うん、このタレ、やっぱり、うん、タレも美味しい、うん、うん、
さん、生の薬味の生きた香りと昆布の旨味って書いてますから、うん、ね、本当かね、昆布、うん、で昆布だしのね、そうですな、うん、これホットセーバーになる、うんうん、ちょっと詰まってたみたいですね、これ、うん、はい、いいと、でもね、まあちょっとこれはタレなしでいきたいと思いますが、うん、お肉の味、うん、このね、岩手の誇る南部短角、岩手短角和牛ですか、うん、これってのはですね、何せ日本国内の牛肉生産量の 1% 足らずだそうですね、うん、知ってました、うん、うん、ああ、そうだったんですか、うん、1%? そうですよ、うん、すごいな、大体だから 90% はホルスタインとか、前沢みたいな、うん、ああいうべこっこで、うん、はい、でも前沢牛も美味しいよね、ですね、こちらには舞茸もあります。この舞茸はね、うん、舞茸も岩手、八幡平とかで見かけますよね、よく産直で。うん、舞茸の味。うん。ラストはすき焼き用のお肉でこう焼肉にしてしまうという、なんて贅沢なんでしょう、で感覚のいくらまあ感覚赤みが強くて脂肪が少ないとは言ってもやっぱり脂身がありますからね、ここはそれが美味しいでしょ、うん、
ちょっと油が出てきましたね。こっち赤いカプリカに、このあたりは。ここを取って、もう早くもこちら、はい、焼け